サスケハッピーバトル第0.1回1回戦第1試合稲妻圭介 VSUI 第0.1回今回は12人の挑戦者が集いましたさあ始まりました稲妻圭介 VSUI 第0.1回大会デモ大会さあ UI が先に抜ける稲妻圭介それを追いかける さあこのジャンプハングが難関ですジャンプハングは UI つかんだがイナズマテスではつかめず UI がここは1回戦突破するということになりました UIVS イナズマテスで、U、UI が1回戦突破という結果になりましたさあ今回は12人ということでシード戦もあります さあ、ハピアマ・ハピタ郎ー v s ヒマワリーの種。さあ、この2人の対決。第0回、ここは主催者としてハピアマ・ハピタ郎が優勝しました。この主観視点。さあ、しかし今回はどうでしょうかハピアマ・ハピタ郎さあ、この動く箇所も完璧に超えていく。さあ、ジャンプハング。ヒマワリーの種、相手ヒマワリーの種は今どこの位置にいるか、この視点では分かりませんが。 さあ、この壁を一発で越えられれば、あと、ハピアマ、ここはいけず、あと、ひまわりの種もいけず、さあ、ハピアマ、ここを制したがさ、さひまわりの種が、あと、ひまわりの種が先に押した。よって、ハピアマ・ハピ太郎を暮らしました。主催者を暮らしたハピ、ハピハピーアマ・ハピ太郎を暮らしました、ひまわりの種。これは、大判狂わせを起こしました。ひまわりの種が C 路線進出。 さあひまわりの種が主催者を下すという結果になりましたさあこの2人7子 VS オーロラさあ7子がここは早いちょっとオーロラここは慎重にいくさあ7子はこの間に差をつけておきたいというところですが動かしいここも盤石さあここはあと1回戻るここで差をつけていた分 時間の貯金が効いてきますさあ一方オーロラはあとなぜかステージ外落ちていたかさあオーロラこれは残念7試合1回戦突破ということになりましたさあヨッシーシとクト v スパンパース1回戦もう最後の試合かさあヨッシーシュクサとパンパースヨッシーシとクト v スパンパースさあ始まりました ヨッシー・シュクトがまずは先行パンパースもここから追い上げていけるかという。さあ、ヨッシー・シュクトが先に抜けている。さあ、しかしちょっと止まって様子を見た。パンパース一気に行くがーと落ちてしまった動かし。パンパース残念。ヨッシー・シュクトが1回戦突破と,ということになりました。ソーラ・レイ VSUI。先ほど決勝に進出したソーラ・レイがシーロワーク。 そして相手は UI。稲妻圭介を倒して上がってきました。さあ始まりました。さあ早い。軽い動きを見せております。ソーラレーイ。UI しかしここは、おっとちょっとはまったか。しかし大丈夫。UI 先行していく。ソーラーレイはそれに追いつけるかという形ですか。さあ UI がジャンプ。ソーラーレイ先ほどは DD の戦いを2回制するという。あーっと u いこれは。どうしたかさあ言っている。UI 言っている。 描写ークですあと UI 壁一発で越えられない。あと壁二発目を超えられない。ソーラーレイ一発で。あ、ここのソーラーレイ一発で越えられない。UI また越えられない。ソーラーレイが超えるー。UI 残念。壁少しを思いがけない。連続落下となってしまった。ソーラーレイがなんと逆転。シード戦も突破し、準決勝進出ということになりました。さあ、ひまわりの種 VS ロト。 ひまわりの種 VS ロートひまわりの種ハピアムハピタロウを下してシード戦進出してまいりましたロートはどうでしょうかシード枠さあひまわりの種早いロートも追いかける展開あとロート落ちてしまった動かしひまわりの種が準決勝進出ということになりました もう見事最初を倒した暇にはない、ね、さあさくバーサスななしさはシードワークさあ先ほどオーロラを倒していったナナしですがさあどうでしょうかナナしとさくおっとサクどうしたちょっとスタートだしちょっとスタート止まっている大丈夫でしょうかさあしかしナナしに必死に食らいついていくというさですがナナしがやはりここは先行していく 柵もなんとか追いやれていきますがナシのこの余裕がある余裕をあるのでこの上から行くルートですがさあちょっとこれは逆転したか柵おっとなんだ並んだここに来て並んださあナ七柵、えー、柵はどうだなわずかに届かずさあ上から行って危ない場面ありましたがナシここは準決勝進出そういうことになりました お見事柵は残念ながら DD の戦い制しませんでしたヨッシーシュト VS 青色シード枠を取っております青色ヨッシーシュクトさあ始まりました青色とヨッシーシュクト青色が先行。 ヨシークとも必死に食らいついていくか。うんっとさ、ちょっと危ない。さあ、掴んだ青色。ヨシークとも掴んだ。さあ、しかしながら先行するのは青色。ヨシークとも必死に食らいついているがさ、この壁次第であります。さあ、青色一発で行ってしまった。青色がここは、準決勝進出ということになりました。ヨシークと残念。 四色とも今壁を登ったという場面でしたさあ準決勝ですソーラーレイバーサスひまわりの種ソーラレイとひまわりの種が当たりますさあ始まりました二人並んでいるかこれはかなりさあひまわりの種若干抜けるの早かったかさあここしかし このジャンプハング次第であります。さあ、この。んーと、ソーラリーどうしてかーとソーラレーで落ちてしまった。ソーラレーでここは落ちてしまいました。よし、ひまわりの種が決勝進出。決勝進出したのはひまわりの種。さあ、七ー v す青色。ひまわりの種と当たるのはどちらか。決勝で当たるのはどちらかというのを決めるバトルでございます。さあ。 青色バーサス7しさあここは青色先に抜けたしかしあまり差はない状態7しもさあ7しこれはほぼ並んだから動かしで一気に並んださあこのジャンプ7し見せていくああと青色どうした上に上がろうとしたんでしょうか上に上がろうとして手からネットを手から離れていってしまった 7試合決勝進出3位決定戦ソーラレイ VS 青色ソーラレイと青色をやってまいりました勝った方がさーっとソーラレイ色をしたんでしょうかこれは高段跳びまさかの落下となってしまったソーラレイ青色が決勝進出ということになりましたソーラレイこれは残念青色3位が決定いたしましたさあ ひまわりの種 v s 7シ勝った方が0点第0.1回、そしてハッピーバトルデモ大会優勝ということになります。さあ始まりました、7シとひまわりの種。まず、ひまわりの種と7シここは同じくらい。しかし、このソウルメイズ、どう出るのは先に出たのは7シひまわりの種はそれを追いかける形。 さあここはこのやり方を見せていくナ,ナシさあひまわりの種はどうでしょうかしかしひまわりの種もしっかりといきましたがナ,ナシここは差をつけていたサスケハッピーバトル第0.1回優勝はナ,ナシということになりましたでも大会優勝しましたナ,ナシお見事華麗なプレーを見せていきましたナ,ナシが優勝ということになりました第0.1回